学習科の林です。今日1997年の環境情報学部の小論文やっていきます。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。以下の資料1から4はすべて知識と情報について論じたものであるが、これらの資料のそれぞれの論点に言及しながら、来るべき21世紀の社会における知識と情報の関係について1センチ以内で論じなさい。まあ、いわゆるそのメディア論の問題ですね。で、経済学部とかでもそうなんですけれども、まあ、その知識と情報に関する話っていうのは、結構出てくるので、まあ、割かし、こう、その注目して、引き続きちょっと見ていただければな、というふうに、思うところではあります。で、結構この手の問題っていうのは、まあ、非常にこう、抽象的で、まあ、なかなかやりにくい部分があったりはするので、ちょっとどういうふうにやるかなっていうのは常々考えておいてください。で、まあ、その、知識情報っていうのはどういうふうなものなのかとかっていうのは課題文の中に書いてるので、まあ、ちょっとそれ見ながらどういうふうに書いていくかっていうのを考えていきましょう。まあ、実際、経済学部のやつとかでもそうですけど、まあ、その情報ってのは断片的なもんで、そこにこう何かしらのこう文脈を、例えば Google だったらその Google の検索順位とかそういったものが与えられて知識になってとか、まあ、そういった話があるんですけれども、その辺はちょっと課題文に書いてるので読んでいきながら、まあ、あとはその中でこう課題を見つけていくっていう、そういう形になると思います。まあ、課題としては、だからこう、そのどういうふうに文脈付けをするか、まあ、Google だったらどういうふうにこう検索順位を上げるかとか、そういったものがあるんですけど、やっぱりそこの部分が非常にこうやりやすいのかなというふうに、思ったりはするところです。あとはまあこれから、まあ、来るべき21世紀の社会におけるっていうふうに書いてるんで、まあ、そういったところをやっぱり考えていくっていうのも非常にあるのかなっていうふうには思っていて、そこがどれぐらいできるかどうかっていうところも、まあ、考えていかなきゃいけないのかなというふうには、思います。ここはね結構重要な部分で、まあ、他の人と違うことを書くっていうところで言うと、例えば最近こう、まあパソコンでもスマホでも、まあ主にスマホから見てる方多いと思うんですけれども、そのスマホから見るときとかに関しても、やっぱりこうカメラって基本的についてるじゃないですか、画面の上に。で、このカメラが24時間作動するような形になって、人間のその目線がどこに行ってるかっていう風なのもちゃんと分かるようになると、まあ、YouTube とかにしても Google とかにしても、今までだと要はそのどれぐらい継続してその動画を見てるかとか、あるいはそのサイトを見てるかっていうところから、まあ、より多くの人がこう継続してその見てる時間が長いものに関して、まあ、その上位表示していくとか、まあ、そういう風な形があったりはしたんですけれども、そこの部分がこうちょっと変わってきたりするっていう部分はあったりとかすると思うんで、そこっていうのはその考えてみる余地はあるのかなっていうふうには思うんですね。まあ、そういったところとか考えてみながらやっていくっていうのは非常にこう話としてはまあ面白いのかなとは思います。ちょっとやっていきましょう。で、まあ、知識と情報の関係に関して、これ、まあ、いろいろ、そのデジタル社会動向とかっていう話が書いてあったりとか、まあ、そうですね。インターネットではだから新しい関係が生まれようとしてんだよとかっていうのはまあ言えるのかなって。課題文をこうちゃんと使うってことは非常に大事なことで、その課題文をちゃんと使うことによって初めてこうなんていうの、課題文とこう関係してる、でそれぞれの資料の論点に必ず言及しながらって書いてるんで、まあ、やっぱりこうその課題文を読まないことにはまあどうしようもないんですよね。でそれをこう全然関係なく自分の思い通りに書いたらやっぱりうまくいかないから、そこの部分をどうするかっていうのは非常に書いていくっていうのは、まあ、非常にこう大事なことなんですよね。なのでそこの部分はしっかりやっていただくっていうところが、まあ、鍵になるかなと。まあ、論点っていうのは意見が食い違ってる点って意味なんですけど、その意見が食い違ってるっていうのは、だからそのインターネットにおいてはそれがこう変わるんですよみたいなところで、まあ、インターネットとアナログとは全然違うんだっていうふうなことが書いてるわけですから、まあ、一つ論点っていうふうに言えるかもしれないです。まあ、あとはその有害な可能性もあるよとかっていう話も書いてるんで、まあ、ここの部分までちゃんと付け加えれば論点っていうふうに言えるでしょう。で、あとはネットワークの話があって、ネットワークっていうのはどういうものかみたいなことを書いててって形ですね。
まあ、この辺なんか書いてもいいと思います。だから今までのこう村社会的なネットワークっていうところと、そのまあこれからグローバルにどんどん広がっていくっていうところの、あの話っていうのは、まあ、全然書いてみてもいいのかな。まあ、ただ本当に面白い話っていうのはね、なかなかこう公開のネットワークに書けないからどうしてもクローズになるところもあるんですけれども、まあ、99% の情報に関してはこうでしょうというふうな話ですね。であとはその知のレベルっていうところに関してってところで、まあ、結構その例えば慶応の経済の問題とかでも書かれてましたけど、ここの部分ですね、情報知識知性英知みたいな話があって、こういう関係性があるんで、まあ、その情報に文脈を与えられたものが知識ですよとか、そういった考え方っていうのは非常に大事で、これは絶対に多分書いておいた方がいいですねっていうところで、この部分ですね。だからまあそのナレッジっていうのはその情報を組み合わせたものなんだよと。で、情報っていうのはその何て言うんでしょう、無限に細分化されるものなんだよとか、この辺は絶対に議論する上で書いておく必要があって、これが分かってるかどうかっていうところは多分随分変わってくるかなとは思います。あと、まあ、情報と、まあ、情報と知識だから非常に重要なんですよね。その、情報と知識っていうのは、まあ、今回の問題を解く上では非常に大事な概念で、それは絶対に押さえておかなきゃいけないっていうところです。で、まあ、ここですね。まあ、知識の生成過程においては人間の主観的内面の施策による加工推、解釈推理とかは必要不可欠だとかっていうことが書いてあって、それで、まあ、この加工解釈推理っていうのはコンピューターが行うデータ処理の過程と比較可能な位置を占めるものなんだっていう、ただその両者っていうのは全然性質が違うんだよと。で、プログラミングしておかなきゃいけないんだけど、そのプログラミングが必要ないっていうところがあって、これついでに言うとやっぱりこうあれなんですよね、こう主観的な精神作用を示してるっていうのは本当にその通りで、別にここは間違ってないんですけど、こうピチンとプログラミングしておかないと受け付けられないっていうのは、まあ、少なくともこれ1997年の問題なんで、その今は違うんだよっていうことはある程度こう批判的に見なきゃいけない部分があって、その、まあ皆さんがこれから解くときに1997年に戻って精神の問題を解くってことはないわけですよ。皆さんは2021年にその SFC のそのまあ問題を解く、あるいはまあそれ以降に解くわけですから、そういうふうに考えると、まあ、その1997年に自分が何を書くかっていうことを想定して書くことは無意味なんですよね。っていうふうに考えると、まあ、ここでも書かなきゃいけないことって、やっぱりだからそのアルゴリズム自体がアルゴリズムによって変わる、要はその最近のこう機械学習とかではそういったことって全然あるわけですよね。だからそういったことをもう想定しながら書いていく必要がある。ただ少なくともその主観的な精神作用ではなくて、まあ、客観化されたものであるっていうことは、その機械学習のアルゴリズムとかに関しても言えると思うので、アルゴリズムがアルゴリズムを作るみたいなものに関しても言えると思うので、それはその大筋ではこの議論ってのは間違ってないんですけど、そこの部分はちゃんと理解しておかないと、結構苦しいかなという感じがします。まあ、こういう文章をこうパッと読んで、こう何が言いたいのかっていうのをこうちゃんと理解するっていうことはすごい大事で、それができないと結構なかなか大変というか、まあ、少なくともこう小論文書くっていうことに関して言うと、まあ非常にこう難しいのかなというふうには思います。まあ、こんなところかな。ちょっとじゃあやっていきましょう。で、どういうふうな構成で書くかってお話をちょっとします。まあ、どの道1センチなので、1センチで書いていくっていうところでやっていかなきゃいけないんですけれども、
まあ一線字っていうのはね、だからどこにこう重点を置こうかとかっていうのはやっぱり考えなきゃいけないわけですから、ちょっと見ていきましょう。楽ではないです。と1、4の整理、問題発見、文章、結論、意味、賞味、論書のところはやっぱり配点高いです。なんで、実数的にもちゃんと論書のところ書いていただければなと思いますし、配点高いです。で、それ以外に関しては同じです。まあ、同じでいいと言ったものの、まあ、1センチなんでね、なかなか難しいですけど。で、1234の要約。これ書くべきこととして言うと、例えば、そうですね、21世紀の社会における知識と情報の関係っていう話なので、その、情報が知識化される際に、なんでその主観、まあ、情報が知識化されるときにコンピューターによってでも我々の主観的な精神作用が反映されるかっていうとってことですね。
多分ピラミッドストラクチャー型で書いた方がいいですね。だから A で B、C、D みたいな感じにして、A が B、C が、こんなところかな。まあ、ちょっとね、やっぱりこう、だから何て言うんだろう、1997年の環境みたいな問題っていうのは、割とこう、みんな、なんとなくで書いちゃう人ってすごく多いんですよ。あ、知識と情報ね、みたいな感じでさーっと読んで、で、なんとなくで書いちゃう人ってすごく多いんですけど、こう、ちゃんと多分、そこに関して、こう、対応していこうっていう風な話になってくると、やっぱりこう、変わってくる部分っていうのは相当あると思うんですよね。で、それがこう、どれぐらいできるかどうかっていうところが、まあ、考え方としては非常に大事だったりするので、ちょっとそこの部分は、やっぱり見ていく必要があるかなというふうには思ってます。で、ちょっとまあ、軽くじゃ予約とかしながら、まあ、あと、ちょっと採点基準も最初に書いておきますね。まあ、論点に触れながらって書いてるんで、まあ、逆に言うとこう論点にしなきゃいけないんですよ。で、まあ、論点になってない、要はその意見の食い違いが生じないような形になってれば、それはやっぱ点数としてはちょっとこう低くなってしまうんで、それはやっぱりこう考えていかなきゃいけないところはありますね。これごめんなさい、1998のやつもちょっと減点ポイント入れてないですね。減点ポイントちょっと変えておきます。1998のやつも減点ポイントは常に入れとかないとミスります。
まあ、緻密性っていうのは、この場合で言うと漏れで炙りがないってことです。まあ、こんなところですかね。まあ、緻密性とか新規性のところ、まあ、1点単位でまた見ていくにはどうしたらいいかっていうところに関しては、ある程度ちょっとこの書き方で採点が溜まってから、またサイトの方にちょっと PDF とかにして載せますんで、また見ていただければなとは思います。じゃあ、やっていきましょう。これか。議論の整理に関してはここは丁寧にやっていかないと、その次の問題発見がちょっと見にくくなるかもしれないですね。
ここまで要約をして初めて適切な問題発見ができるんですね。要約を結構なめちゃいけないっていうのはこの問題に関してはあるかなと思っていて、要約をちゃんとやることによって初めていい問題発見ができるっていうところはあります。やっていきましょう。まあ、こんな感じでこう大体のことをこうまとめてちょっと書いてみたんですけれども、まあこういうことを書くときにすごい大事なのは、まあその一番最初のやつに関して言うと、その起きてることを書いてるだけなんで別にいいんですけど、まあ起きてることでこれからこういうふうに変化するでしょうねっていう、この BCD に関してはそれぞれこう漏れなくダブりなく別のことを言ってるかっていうのと、まあそこに関しては語られるべきことで漏れがないか、だから漏れとダブりがないかってことを確認しなきゃいけないんですね。で、まあそのプライバシー保護の問題だったりとか、
あとはそのどこが強調されるかっていう点だったりとか、あとはそのどういうふうなセグメント分けがあるのかっていう点だったりとかっていうところで、まあ、それぞれはちゃんと漏れもないし、なおかつこれに関して語られるべきことで特段ダブりもない、それぞれに関してはダブりがないっていうところと、あとこれに関して語られるべきところで漏れがないっていうところを確認していくことで、まあ、点数が上がるかなというふうには思います。あとはまあそうですね、ある程度、まあ少なくともその、これ結構ね、その、新規制というところで言うと、おそらくまあ10点中で言うと、それぞれ5点ずつぐらいかなっていうふうな感じはしていて、こう、なんていうんだろう、ここで語られてることっていうのは、まあその、情報リテラシーとかの本を読めば、あるいは今までこうそのメディアと情報みたいな、小論文やってれば、まあ、皆さん書けることなんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、なかなか満点って狙いにくいですね。ホームランを打つってことはできないですけど、ホームランを打てないときはまあヒット。なるべくそのちゃんとした書き方をすることによって、少なくとも点数はちゃんと取れるようにしようっていうふうな形で対応いただくのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。で、BCD のあるべき対応ってところですね。
まあこんなところかな。まあ結構、環境情報の問題にしたらホームランを飛ばしにくい問題だったのかなとは思うんですけど、まあ一方で、こう、なんて言うんだろう、ここまで書ける人もそうそういないだろうとは思うんですよね。課題文を多分丁寧にまとめるっていう段階でも結構、もう、なんて言うんだろう、そこでもう脱落しちゃう人も結構いるし、で、まあその後の、脳症とかに関しては漏れなくダブりなく整理して書いて、それに関してはこうちゃんと、まあ対応策も一個一個書くとか、対応策全体にまあ共通してる、まあ、弊害を書いていく。まあ、基本的にはこれ対応策は、こう、まあ、なんて言うんでしょう。それぞれ、こう、政府に、こう、それを求める、ものなんですけれども、まあ、省く工夫も必要だ。で、こうしたコンテンツが、エンジンの周囲、ちょっとまたこれも法規制にして、で、全部を法規制に最終的にまとめてるんで、全部を法規制とか統一基準とか、そういったものに、まとめた、こう、結果として、そうですね。まあこんなところかな。やっぱりちょっと長いですね。1センチ以内だからちょっと減らしていく必要があります。あ、ここの部分に関しては論点になってないと点数にならないからちょっと減らしにくいんですよね。まあこんなところかな。これで942なんでちょうどいいですね。まあ実際には各パーツでどれぐらい字数使うかっていうのを一回こう原稿紙に書いてから書く形になるんで、まあここまでこう最初削るってこともないかもしれないですけど、最初こうちょっと長めに書いててなかなかこうちょっと難しいなっていう人は、まあ今みたいな削り方っていうのはちょっと参考にしてみていただければなと思います。よろしくお願いします。